県内では今日新たに2人の新型コロナ感染が発表されました。静岡市では10代後半の男子学生の感染が判明しました。男子学生は首都圏の感染流行地に住み、先月26日まで県外で過ごした後、39度の熱が出ました。発熱後、実家のある静岡市に帰省し、市内の医療機関を受診しました。沼津市では成人1人の感染が分かりました。先月21日に同居家族の感染が明らかになっていて、翌日の検査では陰性でした。自宅待機を続けていましたが、その後咳の症状が現れ、 PCR 検査を受けたところ陽性が判明しました。